相談とは何だ。旅に出たいんです。旅？また何のために。ルーから話は聞いたが、本当にできると思っているのか。英知の奇跡が錬金術の最高峰と呼ばれるのは当然ながら伊達ではないぞ。英知の奇跡の調合には火、水、風、土の四属性の錬金術の技法を収めることが最低条件だし、加えて旅に出たとしてもレシピが集まる保証はない。実現できる可能性はとても低いと言っていいだろう。それでもお前は行くというのか。家族のためですから。みんなのため、みんなの期待に応えられるような立派な錬金術師になるためか。そのためならどんなことでもやってみせると。やれやれ、お前は本当に昔から変わらないな。この書類を持っていけ。これは？短期留学手続きのための書類だ。それがあれば学生の身分のまま別地方に行くことができる。ただそのためには試験に合格する必要があってな。その試験課題がこれだ。この道具を作ることこそ試験課題。それがお前の夢を叶える第一歩となる。お前ならできるな。いい返事だ。それでは課題の提出待っているぞ。クエストクリア。レシピが解放されたよ。